はい、パブリッシュとスマートフォン表示の確認ということで、前回保存したデモ3ですね、デモ3のファイルを開きます。一応確認しますと、デスクトップのページとスマートフォンのページが作られているという内容ですね。で、ファイルのサイトを別名で保存、名前をつけて保存をします。デモ4ですね、デモ4という名前にして保存します。で、ファイルメニューの FTP ホストにアップロードっていうのをちょっと見てみます。まあ、これはサーバー、自分のサーバーの情報をここに入れれば Muse から FTP できると。で、ここですね、ビジネスカタリストにパブリッシュというのを開きます。このサイト名のところにですね、半角英数字で好きな名前入れるんですけども、今 news2015-demo1 というのも入れてあります。通常空欄になってますけども、もう登録されてますので、これがドメイン名になると、 URL になると。で、オプションは特に変更するところはありません。ここはいじらない方がいいですね。で、 OK を押すとアップロードが始まって、で、自動的にですね、ブラウザーが立ち上がります。はい。で、これがですね、今 Adobe のホスティングサーバーにアップロードされた、もう公開されている、まあ公開というかトライアルサイトっていうんですけども、仮サイトの状態で出ています。じゃあ次はですね、HTML のデータでちょっと書き出してみたいんですが、ここですね。あ、その前にですね、保存をしておきます。サイトを保存で一回保存をしておきまして、ファイルメニューの HTML 形式で書き出しというのを選びます。で、保存場所、デスクトップにしておきます。で、サイト URL をね、こう入れないといけないので、まあ、先ほど立ち上がった時のこのもう公開されているページの URL ですね。これはね、ちゃんとメモ取っとかないといけないんですけども、コピーして、で、ペーストします。で、保存場所なんですけど、もう一回ちょっと開いてですね、新しいフォルダを作ってください。たくさん書き出されますので、HTML という名前にしておきます。で、新しいフォルダの中に保存すると、 OK ですね。でも書き出されましたので、ちょっと確認してみたいと思います。デスクトップの新しいフォルダの中にですね、すべてのファイルが書き出されています。で、インデックス HTML っていうのがトップページですね。で、これを開きますと、ダブルクリックで開くと表示されています。で、これは今デスクトップ上にあるHTML データですね、がブラウザ上で確認できていると。で、ホームというですね、フォルダ、この中のインデックス HTML がスマートフォンのページになってますというような構造ですね。まあ、Muse でパブリッシュする限り必要ないんですけどもね、書き出しは。でも、このデータを FTP したいというような場合は、こうやって書き出すということもできるということですね。で、この URL はですね、メモをちゃんと取っておかないといけないので、コピーしてですね、エディターか何かにペーストしておくといいと思います。コピーをして、で、エディターですね。まあ、Windows ならメモ帳で構わないんですけども、ペーストをして、で、最後のインデックス HTML は削除して構いませんので、このビジネスカタリスト .com のところまでですね、これは覚えておいてください。メモしておいてください。で、 Google Chrome を今使ってますけども、 Google Chrome のですね、右上のアイコン、オプションのアイコン、このメニューからその他のツール、そしてデベロッパーツールというのを選びます。そうすると、
スマートフォンのページが確認できるようになります。今出てます。ただ、ね、今パソコンのページ出てますけど、アラートが出てまして、リロードしなさいということなので、再読み込みのボタンを押します。でそうするとスマートフォンのページが出るということで、パソコンでもですね、 Google Chrome を使えばスマートフォンの表示ができる。今フォンの中が表示されているというのが分かると思います。ちょっとね、比較してみましょうか。ここに URL 貼り付けてエンターを押して、でこれがパソコンのページですね。でこちら Google Chrome のデベロッパーのこの画面、開発向けの画面だとスマートフォンが見れると、いろんな機種が選べます。でここでね、タブレットを選ぶときは URL を入れ直してください。リロードしてもダメなので、こうやってスマートフォンのページが出てきちゃいますので、タブレットで検証する場合は URL を入れ直してください。